スプレインギサンドルはアイスランド語の単語で3つの意味を持つ。1、アイスランド中央高地のホーフス氷河とバトナ氷河に挟まれた地域2、城の地域を通る道路沿線の風景3、城の道路に近い滑走路が2つある小さな離着陸上上の2が意味するスプレインギサンドル高原道路は総延長約 200km のアイスランド最長の道路である。 南端は、ヘクラ火山の近くで、そこからは、ランドマンナロイガルに続く道が別に伸びている。アイスランド島の南北も結ぶ道として、スプレインギサンドル道も、キョルル道とカルディガールル道と同様に非常に長い、歴史を持ち、アイスランドに人が住み始めた極初期から、その記述がある。しかし、天候の変わりやすさや溶岩、腹の広がる殺風景さなどから、快適な道路とは言えない。 下記に運行されているスプレインギサンデルを通るバス決して実り豊かな土地とは言えない中央高地では人々は水や草を自分たちや家畜のために得るために馬に乗ってあちこち飛び回る必要があったこの英語のスプリングと同源ではないかと言われているまた加えて当時この地域では幽霊や山賊が出るという噂話がいつもあり スプレインギサンドルを討論する人は少なかった。そのことはアイスランドの古い民謡スプレインギサンディに歌われている。ナイダラーから見たホーフス氷河スプレインギサンドルの途中には小さなオアシスがあり、そこにはアイスランドハイキングクラブが設置した小屋ニーダールルがある。ありがとうございます。